然手拍子ができない曲が。そうですね、不気味ですね。まあ、ちょっと季節は早いかな、夏場の夜のお寺だったら似合いような曲が。そうですね、流れてきましたが、季節外れというか、寒くなってくるような音楽ですね。あー、残念です。今回のそのちょっと出てまいりました。なんか特徴的な髪型してますね、彼は。へー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 。おっと、これは何の曲だ。一般勝負。青コーナー162cm、 100kg、 もじゃパンヌ。 A5 ランクのもじゃ和牛、もじゃパンヌ。 180cm、 120kg、 スーパーブーベイダー。皇帝ひまわ天使、スーパーブーベイダー。そうですね、実写化されて、はい、鈴木亮平でしたっけ。鈴木亮平ですね。鈴木亮平が主役を務めている、はい、エンディングテーマにこの曲が流れば全てシティハッパーになってるこの曲。そうですね、80年代の曲なんですね、ここは。いやー、超名曲です。お父さん方も無理なくてもしませんね。さあ、まず前に出てきましたのは白と緑のマスクマン。こちらは久しぶりの登場、マッチャドラゴン。そして後ろからこちらも久しぶりの登場、マルク・ホーガン。ムキムキに体が出来上がってますよね。この2人です。この2人はこれの試合の仕方が半端ない。そうですね、マッチャドラゴン、マスクを新調しました。わびさびマッスル、マッチョドラゴン。180cm、110kg、バルク・ホーガン。筋肉指示の8カ所巡り、バルク・ホーガン。レフェリー、ドレミファ・ソラジロ。なんとな、このセミファイナルは2対のタッグマッチではあるんですけれども、なんか、ちょっと体も対極というか、でも体の仕上がり方が半端ない4人組が出てきましたが。そうですね、はい、唯一の学生であるモジャコングが一番体が仕上がってないという低たらくぶり。いや、でもモジャコング選手が一番こう髪の毛が生えてるように見えるんですけど、まあ、2人マスクかぶってるから髪の毛が生えてるかどうか分かんないね。確かに。さあ、タッグマッチ2対2ではあるんですけれども、基本的には1対1で戦います。セミファイナルタッグマッチ60分一本勝負。仕切り直しましょう。すいません。はい、よくできました。ありがとうございます。青コーナーがモジャコングスーパーブーブーダー組で、赤コーナーがマッチャドラゴンバルクホーガン組。先発は青コーナーはモジャコング、そして赤コーナーはマッチャドラゴン。さあ、抹茶選手はその久しぶりの KWF 戦ということで、はい、体の方は大丈夫なんですか。急に何を喋りに行くんですか。大丈夫ですか。大丈夫、すいません。起承転結を守りましょう。はい、見ての通り、あの抹茶ドラゴンはインスタグラムでですね、本名でインスタグラムをやっておりますので、毎日あの筋トレの模様をアップしていて、いいですね、でかくなって、あの筋肉ですよ。そうですね、現役の頃にも引き取らないというか、いや、むしろ現役の学生レッスンをやってた頃よりも体は本当一回りも二回りもパンプアップしております。なるほどなるほど。さあ、一方のモジャコングは、昨年無事留年いたしまして、あらー、はーい、大学生活残りあと2年というところ、はい、はい、そうですね、ある意味医学部にいたと思えば、ああ、はい、なるほど、まあ、6年生といえばここにいる皆さんも小学生と一緒ですから。そうですね、そう、ちょっと少し親近感があるというか、はい、さあ、勢い余ってこのポストに顔をぶつけてしまったモジャコング。髪の毛を掴んで投げるというのはある種女子プロレスには特有の動きなんですけれども、この中で一番髪が掴みやすいのがモジャコングのために。いいだね。さあ、ダーフ、ダーフ、ダーフ、そうですね。
ね、いいですね、リング上の体感温度が60度を超えますからね。暑いですかね。あ、さあ、そして出てまいりました赤コーナーバルクホーガン、こちらも久しぶりの登場。おっとスーパーブーメラが見込むんですか。いやバルクホーガンも、学生時代はですね、実はシングルのチャンピオンになった男ですから。なるほどなるほど。そして学生時代から並々ならぬですね、スーパーブーメラに対する対抗心。そうなんですね、やっぱ因縁の対決ということですか。そうですね、もう俺の上腕二頭筋がでかいのか言わんばかりの。さあ、力比べですか。今まで数多くの後輩レスラーの投げ倒していたスーパーブーメラですが、ここに来てようやく互角の相手が。さあ、史上筋肉力すごい2人じゃないですかね。ナンバーワンツーというか。そうです、そうですね。これだけで一つの絵になるようなですね。この力比べ一つしてもですね、すごく映えるこのお寺、そしてお寺の真ん中にリングがあって大きな男が力比べをしている。はい、もはや格闘ゲームです、これは。ゲームでしか見たことないですよ、はい、大男2人がこう体を体で同じ。おっと、これは切っていく。さあ、そしてどれや。この音ですよ、体の体がぶつかる音。これはすごいですね。さあ、バルクホガン距離取って、おっと連続でいく。おっと連続でいく。はい、もう3度の飯よりプロテインが大好きですからね。いや、軽々と、ね、なかなか見ないですよ。リングが悲鳴を上げてますよ。はい、だって今中山くんが言ったように、スーパーブーメラの体よりはリングの板が心配です。あ、そうですね。これは部品が年々少なくなってるんで、その中で買わないといけないので、はいはいはい、厳しいですね。さあ、心の声が溢れましたが、そしてこちらマッチョドラゴンもですね、同じ緑の系統のマスクをかぶっているので、スーパーブーメラ選手は並々ならぬライバル心を持っております。抹茶対スイカということですかね。何が言いたいんですか。食べ物対決のような例えが下手だな。さあ、抹茶選手の力比べを挑もうというところなんですけど、ですね、やっぱ体の大きさがちょっとやっぱスーパーブーメラ選手の方がちょっと優勢というか。中山くん落ち着いて、はい、うまいこと言わなくていいから。よろしくお願いします。さあ、組んでいった。あった、ここは、あ、これは、あった、これは出ました。季節外れのもみじ打ち。もうそろそろすると抹茶ドラゴンの胸板がですね、綺麗なもみじが出来上がるですね。真っ赤になりますからね。うわ、タックル、タックルいきますか。どうぞ、どれやー。なんでしょう、つい先日完結を迎えた進撃の巨人みたいな感じですね。誰ですね、あれ地ならしか7回ぐらい落ちそうです。はい、さあ、そして元気いっぱい唯一の学生保釈君はアピールしてですね、ぜひ爪痕残してほしいですね。そうですね、一番若いに一番躍動してほしいですね。はい、さあ、さあ、これはどうぞ。髪の毛が躍動してますね。そうですね、もじゃ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 してますよ。あたー、さあ、これはどこ決めてるんですか。さあ、複合の関節技を掲げておりますが、これどこ決めてるんですか。左肩、そして足で見る目が取れないようにしてますね。差し合い時間早くも5分が経過してまいりました。すごい肉弾戦だ。おっと、一発、おっと、学生の頃よりも筋肉量が大きいのとせいか動きが重たいマッチョドラゴン。そうですね、久しぶりのやっぱ大会なんで、自分の元気いっぱいなんですかね。はいはいはい、誰だよ、誰あ、さあ、そしてバルクホーガン出てまいりました。体の大きさ すごいですね。いやー、いい音しますね。こういうチョップが一番痛いですからね。もっとやってほしい。ちょっともう軽い交通事故のようですね。さあ、手拍子を。素晴らしい、素晴らしい。しかし、こういったタッグ
チ。そうですね。1人を痛めつけてもですね、そのパートナーがコーナーに控えていますので、まあ言ってしまえばレフェリーが見ていなければ、はい、何でもしていいという。それはあの第1試合第2試合で喋りましたから、もう改めて言わなくても大丈夫です。すいません、よろしくお願いします。さあ気合で頑張ってほしい。これもじゃこんげ、さあのラリアットを耐える。それは無謀じゃないかい。それは無謀じゃないかい。どうとでも気迫なら負けていない。さあほら、あら、ちょっと今おっと何かが起きました。ちょっと次元の裂け目がですね、はい、見えたので、あの違う次元のちょっと映像が我々の脳裏に焼き付いたという感じですね。さあそしてこれおっと、おっと対空射のブレンバサですか。さあ、いやすごいパワーだ。投げ捨てていった。いつ落ちるかわからないっていうものがありますからね。ここはしっかりとタッチをさせないように捕まえていく。これもタッグマッチの妙でございます。うまいですね。おっと、そしてこのスプリングブレード、華麗な技は健在でございます。マッチョドラゴン軽いですね、体がとても。前に落としておいて、アンチェ。差し時間8分経過、8分経過。サモリの選手がちょっと捕まってますね。これは少しタッチして交代したいところですね。そして猫踏んじゃったも流れてることですし、ですね、さあ、おーっとミールキック、はい、とても軽いですね。さあ、モジャコングにしては厳しい時間帯が続いている。ここで一発ですね、底力を見せたいところ。モジャコング、もっと思い切りいってほしい。おー、ブレインバスター。さあ、満を持して出てきたのは、おー、逃げ返った。なんでしょう、バルコーガンの顔。そして、追いかけていきますか。追いかけていきますか。試合権はバルコーガンにありますが、おいおい、でかすぎやろ、あいつ。陰口のように性格が悪いですね、マッチョドラゴン。そうですね、戦うのはリング内でやってほしいですね。反則や反則。そしてまたもや肉弾戦の予想を予定してまいりました。リング上頑張れ、おい、いやなんかギリシャの彫刻を見ているような感じですね。そうですね、どうしてお腹に入ってきたり。まずはおーっとー、どれやっと、まさに空からスイカが降ってきたようですね。これだけ体ができると、エルボーだけでも、はい、致命傷というか、もうその人が食らったらやばいですね。さあ、試合時間10分が経過してきて、これはダブルアームのスープレックスで、まさに人間風車。このあたりスーパーブーベイダー経理担当のくせに筋トレばっかしますからね。そうですね、お願いします。つまずきました。そうですね、つまずきたかね。平らなリングでつまずきましたからね。はい、そして、おー、何でしょう、デスバレーボール。デスバレーボール120キロ持ち上げましたからね。さあ、気合い入れて、久しぶりに勝利を収めることができるか、マルコ・ホーガン。はい、かけよう、いけよ、いけよ、いけよ。さあ、持ち上げれるか。さあ、おっと、まさに30数年ぶりの勝利。そうですね、
初めて。今年の夏はスイカが美味しくなりそうです。いやー今年の夏いいこと言いますね。スイカが売れますよこれは。さあ皆さんスイカをぜひ食べてください。なんだそれ。さあ改めまして勝利を収めた青コーナーモジャココ、そしてスーパーブーダ選手、マジだろ、ダブルはしましたが久しぶりの登場抹茶ドラゴンマルコホーガン4選手にもう一度大きな拍手をお願いいたします。